平直君。立憲民主党の本田平直です。今日は共同会派の時間を、田島要筆頭理事ほか、理事委員の皆さんのご配慮いただいて、普段の委員ではございませんけれども質問をさせていただきます。大変重要な大きな法案の審議なんですけれども、一点だけ、コロナ問題で、どうしても質問をしたい、経産大臣に お願いをしたいことがあるので、ぜひお聞きをいただければと思います。実は長野県でラブホテルを経営をしている方から、私全然面識も、私選挙区北海道なのでありませんが、メールをいただきました。多くの議員の方にも出しているということでございます。何回かメールでやり取りしましたし、この方、ご地元の新聞にはもう名前も出ているので、方なんで、実在の方なんですけれども、こういう切実なメールでございました。法に従い納税し、一般企業と変わらず運営経営をしています。しかしこの難局であっても政府の支援を受けることができません。一体どんな根拠があってこのような差別を受けなければならないのか理解に苦しんでいます。暴力団員でも反社会勢力でもありません。いろいろ抜粋させていただきますけれども、憲法14条法の下の平等に違反するのではないですか。合理的根拠のない明白な職業差別ではないですか。私たちが稼いだお金を納税し、生活費にして生きておられる公務員や議員、我々ですよね、税金使われてるんじゃないんですか。それからこの方言ってたんです。10年ぐらい前に脱法みたいな旅館でやってて、事実上ラブホテルみたいなことをやってることが大問題になって、その際業界は、辞める方ときちんと警察に届け出をして、ある意味警察に届け出をして、きちんとラブホテルとして営業しようという、判断をされる方に分かれて、警察にきちんと届け出を出したわけです。ところが今回、警察にきちんと届け出を出した方は、持続化給付金の対象にならないんですね。そして、逆にグレーで、旅館ですよって言って、事実上ラブホテルみたいにやってる方は、今回届け出を出して、持続化給付金を受けれるんですね、200万円。これ、非常に不公平なことがあるということで、切実な、親の代から受け継いで42年経営を続けてきたラブホテルを手放さなくてはならない状況、この経営者の方もそうですけど、私、ラブホテルには多分ベッドの清掃をしたりする高齢者の方が多いのではないかな、そんな雇用の方、ほかにすぐ仕事が見つからないような方も背景にあるんじゃないか、そんなふうに思うんです。最後に、これ、読むかどうか迷ったんですけど、私のラブホテルには年間約1万人の国民の方に利用していただいていますと。つまりこういう多くの国民の方が、いろんな意見を言う人はいるかもしれませんよ。しかし、このコロナの危機の際に、こういう特定の業種だけ絞って、排除か排除をするというのは、私はおかしいんじゃないかなというのを本当、思って、今、何人か仲間の議員も声を上げ始めています。ぜひですね、ちょっとまずこのメールの感想と、なんとか検討していただけないかと、いろんなことを言う方はいると思うんです。私と逆の意見の方もいると思うんですけど、今回に限りでもいいんです。ぜひ検討していただけないかというのは、私大臣のお願いなんです。梶山経済産業大臣。業種、そしてまた要件で、いろんな方を、いろんな方がいろんなことを私のところにも来ますし、また議員を経由して、聞こえております。風営法上の性風俗関連特殊営業等については、災害対応も含めてこれまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象とされてこなかったことを今踏襲しているということなんですね。今は持続化給付金の支給対象外としておりますけれども、さまざまな意見を踏まえて対応が可能かどうか今検討を進めているところということでご理解をいただきたいと思います。本田平直君、非常にいい答弁をいただきました。ありがとうございます。検討を進めていただいているということなので、これ以上大臣に答えさせませんけど、ちょっとその検討の中では、私と違う意見の方からもいろいろ大臣に言ってくる方がいるんで、ちょっと反論の材料をいくつかお与えをしたいと思います。昔からやってるからっていうんで、経産省の大変お忙しい皆さんに調べてもらいました。確たる根拠はないけど、こういうふうにいろんな支援から、風俗関係を抜かしてきたのは50年ぐらい前だろうと。ですから国民の理解が得られないとかなんとかって答弁されてきたんですけど、50年前と国民の見方、それから昔50年前だと、ある種の業界は例えば暴力団関係と近かったりとかあったかもしれない。50年で
状況変わってるんですよ。いろんな法規制がされてきて、50年前に1回除外しちゃったから、そのままだら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 、まあ、世論調査も多分してないと思うんで、ラブホテルに持続化給付金を出すことに賛成ですか、反対ですか、聞いてないと思うんですね。だから50年前に一度作っちゃったルールで、今回この危機でこういう真面目に経営をしてきた方の火を消すっていうことに加担をしないでほしいと。ちょっと逆説的になるんですけど、いろいろ抜かしてるんですね。ストリップ劇場がダメだとか、アダルトショップもダメなんです、もらえないんです。ところがですよ大臣、アダルトショップ、アダルトビデオを売ってるお店はダメなんです、持続化給付金。ところがアダルトビデオを作ってる会社はもらえるんですよ、風的法の対象じゃないんで。ですね、こんな、だから線を引くとこういうことになるんです。すごく不公平なんです。どっちが社会的な通念を得られないかといったら、アダルトショップに、私はだからアダルトビデオ作成の会社に出すなっていう方じゃないんですよ。そちらも出してほしいんですけど、だからこういうね、線を引くとおかしなことになるので、まあ、とりあえずですね、今回大臣、もう一つ大臣にお知恵を差し上げておきますけど、厚生労働省さんは雇用調整助成金は今回風俗を逃すっていうのを取りました。これも我々仲間の議員の努力で取ってもらったんですね。だから厚生労働省さんのやってることの整合性でも、今回経産省さんにも踏み切っていただきたいし、ちょっとで、まあ、これも論争の時に例えにしていただきたいんですけど、火事の時、いやここはラブホテルだから止めんの、消すのやめますわってならないんですよね。税金払ってるんですし、でちゃんと暴力団排除の事項は別な項目でありますよね。ぜひですね、火事の時に、これコロナは似てると思うんですよ、こういう時にそこで働いてる方がいる業種を、この業種だけ取り分けて、こういうふうに排除するのをですね、全国にかなり大きな数いらっしゃいます。しかし、いつも自民党さんが付き合ってるようなきちんとした大きな業界団体があるわけじゃないんですけど、こうやって届いてる声なんで、さっき大臣からは検討いただくっていい答弁いただいたんで、もう一回検討いただくって最後にいただけますか。梶山経済産業大臣。5月1日からこの制度が始まってですね、始まったと同時に、まあ、いろんな要件の緩和であるとか、あとは業種、また申告の仕方、さまざまなところで、この中に入れてほしいという声があります。まあ、それも含めて今検討しているということで、5月の初めからずっと検討の訴状に載っているということで、ご理解をいただきたいと思います。本田平直君。いろんな声があると思うので、その検討の中でぜひ大臣もね、政治家としてこの立場でもうこのことの、この制度の責任の大臣ですから、私がさっき述べた論点も少し使っていただいて、ぜひご決断をいただくことを強くお願いをしたいと思います。2点目、本当の法律の方に参ります。今回大きなエネルギー電力にとっての大事な法案でございます。で、再エネ特措法の方です。いわゆるフィット法と我々言ってきた再生エネルギー、固定価格制度です。まあ、大臣、ちょっとこの制度、我々が政権の時に、まあ、一人の総理大臣がこれを通してくれたらやめてもいいと、まあ、こんな法案過去にないと思うんですよね。菅元総理がそれぐらいの思いをかけて通した法案だってことはご存知ですよね。当時、経産委員会で私も質問に立ちましたし、まあ、存じております。本田博直君。そこで、まあ、今回これを大きく改正をするわけです。で、まあ、しばらくやってみていろんな問題が出てきたと。で、この改正自体賛成の部分もあるんですけど、まあ、ずっとこの専門家の経済産業委員の我々の仲間も質問してきたと思うんですけど、やっぱりなぜか経産省の中で再生可能エネルギー一生懸命やってる官僚の方もいらっしゃるの、私も部屋で議論してて分かるんですけれども、どうしても原発も所管をしててこっちの方も動かさなきゃっていう中で、どうもやってることが再生可能エネルギーにこう後ろ向きなように見えることもたくさんあるんで、私たちこうやって質問を一生懸命してるんですね。で、今回のこの再エネ特措法、フィットをフィップに変える、このことで多分運用によっていろいろ差が出てくると思うんですね。だからぜひですね、再生可能エネルギーの促進にマイナスな影響なんか出るわけないと、しっかり促進をするんだと、運用でマイナスが出てきたらしっかり運用を見直すんだと、この答弁を採決を前にしていただけますでしょうか。梶山経済産業大臣。
その通りでありまして、増やしていかなければならないと思っております。まあ、それを阻害する要因があれば、それは排除していかなくちゃならない。またそれが立ち止まってしまうようなものであれば、それを進ませるために何が必要なのかということもしっかり考えてまいりたいと思います。本田平直君。ぜひその方向でしっかりよろしくお願いします。で、私がですね、なぜ今日委員でもないのに押しかけてきたかというと、この本体のですね、電気事業法と再エネ特措法ではなくて、ちょっとこのジョグメック法という、石油天然ガス金属鉱物資源機構、この法律の改正案が、まあ、我々、まあ、悪口で束ね法というんですね、まあ、大事な法案の、まあまあ問題のない法案の隅にですね、なんか怪しげにくっついてる法案があちこちであるんですが、まあ、何なんだか何度も読んでいろいろ説明を聞けば聞くほどわからないんです。でちょっとですね、このジョグメック、まあ、昔石油公団という大きな組織があって、それの後継の組織だと思うんですね。で石油公団非常に巨額の損失を出し、まあ、事実上破綻をして制度改正が行われてきたわけです。おかしなことをやらないようにできるだけ業務は抑制しようと、本当に国が乗り出さなきゃいけないような大きなプロジェクト、リスク抱えて民間だけでは無理なプロジェクトに限って民間の邪魔をしないようにジョグメックには仕事をさせよう、この方針は変わってないということでよろしいんですよね。梶山経済産業大臣。変わっておりません。前に堀内さんが通産大臣のときにこの石油公団の改革があったと思っております。その時の以来変わっておりません。本田平直君。その方針を、まあ、しっかりと堅持をしていただきたいと思うんですよ。民間の邪魔をしたり、あれもやれこれもやれといってリスクマネーを抱えて石油公団みたいなことになったら結局国民が負担をすることなんで、しっかり見張ってほしいんですが、実は大臣、我々がこういう大事な電気事業法と再エネ特措法でこんな端に出されたらなかなか議論できないんですけど、このね、今回の法律もその方針と合ってるのかと、なんだかよく分かんないんですよ。 なぜ突然ね、ロシアのカムチャッカの積み替え基地に、いや、はっきり言ってこれまでジョグメックが支援する事業というのは、今やってるもうシベリアの、何半島でしたっけね、ギダン半島、ここでやってる北極 LNG2 という巨大なプロジェクト、まあ、もちろんこれだって成功するかどうかわからないけど、逆にこういう成功するかどうかわからない大きなプロジェクトだから、民間企業さんだけでは大変ですと、ジョグメックも支援しましょう、まあ、ここはですね、まあ、まあ、100歩譲ってというか、まあ、ある種いいんですけど、ある種いいんですけどという言い方も、まあ、これも精査しないといけないんですけど、まあ、しかしこれはこれとしましょう。しかしですよ、そこから運んでくる LNG を、まあ、アジア地域に運ぶときに、北極海は砕氷船で運んでくると、でも積み替えなきゃいけないと、カムチャッカ半島あたりで、まあ、去年私、日露議連で、自民党の先生たちともカムチャッカ半島に行ってきたんですけども、まあ、このカムチャッカ半島で積み替えをすると、積み替え施設を作ると、なんか、なんでこんなことジョグメックが絡まなきゃいけないんですか。巨大なシベリアの北極海沿岸で LNG を発掘するプロジェクトにはジョグメックが絡むのはいいんですけど、なぜその中継基地を作って、そのための法改正なんですよ今回。なんでこんなちっちゃな特定のプロジェクト、それもこれまでは上流の話をやると言ってたのに、この中流の積み替え基地を作るプロジェクトの法改正がこそっとこんなところに入っているんですか。梶山経済産業大臣。全体としてその非常時の燃料の供給確保ということが考えられておりますけれども、その中のその LNG については、やはりその供給の多様化ということで、ここに入れさせていただきました。そしてこれ、LNG っていうのはつけてどうなるかということなんですね。液化をして、そして運搬をしてということになりますけれども、今までは中東とか、まあ、アメリカから持ってくる、でももう一つ、ロシアにこういう基地があれば、持ってこられるということで、民間と一緒に始まったということで、リスクマネーではあります、だいぶリスクがあるものだということで、民間と一緒にやっているということであります。ただ、夏場はこれ、通れるんですけれども、冬場、砕氷船を利用しながら持ってくるということも含めて、
多様化の中で、その輸送方法も含めて、しっかりと開発を協力をしてやっていくということであります。本田平直君。まあ、輸送方法も含めてって、そこはね、相当しっかりと検証しなきゃいけないと思うんですよって、なぜかというと、いいですか、モザンビークとかで LNG を開発する、国のね、カントリーリスク、政治がどうなるかわからない、まあ、だからジョグメック、民間企業だけじゃなかなか勇気を持ってやれない、ジョグメックが助けます、ここまでは、それはそういう判断できるんですよ。ところが、このロシア絡みは、大臣ご存知のように、まあ、この数年前から安倍総理が、決して悪いこととは言えないんですよ、北方領土問題の解決、平和条約の締結に向けて、経済協力に非常に、前向きというか、前のめりになられた時期があります。我々から言うと、食い逃げされたんじゃないかなと思ってますけど、皆さんはいつまでも継続中とおっしゃってます。つまりですね、言いたいことは、このモザンビークの話はいいんですよ。ところが、ロシアは政治の思惑で、ちょっと危ないけど、プーチンさんに気に入られようっていうことで、始めてる要素が入ってるんですよ、その北極海の方もそうです。で、北極海の方ですら、いや、これでね、こっちだってうまくいくかもしれないんですよ。私もケチつけようと思えばいくらでもできるんですよ。天然ガスの値段なんて10年後どうなってるか分かんないだろうと、これできた頃にどうなるんだろうとか、いろいろ本当に北極海ルートっていうのはそんな可能性あるのかと、いろいろケチはつけられるんだけど、成功した方が日本にとってはいいんです。全部カタールからだけ依存するんじゃなくて、ロシアからもっていうのは、私は決して悪いと言ってるわけじゃないんだけど、純粋に経済理念だけで考えてないんじゃないんですかと。北方領土交渉、平和条約交渉、プーチンさんに気に入られよう、こういう思惑が入って、純粋なリスク管理ができてない案件が、この大きな北極海プロジェクトもそう、そしてなんか今回、突然こんな端っこに、突然カムチャッカの積み替え基地のために、ジョグメックの仕事を増やします、ふっと腑に落ちないんですよ、これ、こんなに積み替え基地、本当にいるものなら民間作りますよね。こんなものまでリスクって判断してて、ジョグメックが絡むようなスキームをこっそり承認しろと言われても、これ、また石油公団の二の舞が始まってるんじゃないかと、私はそういうふうに危惧をするんですよ、政治案件ですよね、ロシア、どうですか、大臣。梶山経済産業大臣。LNG の積み替え事業については、数兆円単位の投資を必要とする上流開発、液化事業と比べれば、投資規模は小さいものであります。数千億円の単位の投資が必要であることに加えて、事業対象国の政策変更リスクや紛争リスクなど、さまざまな要因により、事業環境が変化するリスクを伴っていると思っております。民間企業の参画については、民間企業自身がそのリスクを踏まえて、ビジネスベースで経営判断し、参画を決定すべきものと考えておりますが、今般の改正によりまして、北極圏の生産、液化施設から、日本へと LNG を安定的に運搬するために必要となる積み替え事業への支援が可能となります。この支援スキームを活用するか否かは、民間企業の判断でありますけれども、積み替え基地が実現した場合には、北極海航路という日本にとって新たな安定的な供給ルートの確立につながり、日本のエネルギー安定供給確保に資するものと考えております。ロシア側の協力っていうのはですね、一方的な支援とか援助ということではなくて、お互いに利益になるものをやろうということでやり取りをしております。私も担当大臣ですので、何度か向こうの担当大臣とやり取りをしておりますが、すべて受け入れているわけではないということをご理解をいただきたいと思います。本田平直君。いや、梶山大臣にはそういう姿勢でロシアとの交渉をやってほしいんですが、一時の安倍総理は、やっぱり政治的な、ここはなんとかレガシーを残したいという思いもあったんでしょうし、日本のためにも平和条約結んだ方がいいわけです。そしてそれに付き従った経産大臣がいたんですよ。もうロシアに大盤振る舞い、食い逃げ路線の経済産業大臣が、いやー、これリスク危ないけど、こんなのちゃんとジョグメックでもつけてくれないとやれませんねみたいな事業を、たくさん僕は OK してきたんじゃないかっていう疑念があるので、こういう質問をしてますし、この疑念が本当にならないことを心から願います。誤解のなきように言っときますけど、ジョグメックがやってるような資源確保の事業は、常に成功するとは限らないです。いろんな失敗もありながら、しかし、もちろん失敗を抑えながら、しかしそれで日本の中東だけじゃだめだよね、ロシアからも
LNG が買えるといいよねっていうことをやっていく、そういう多角化をするっていうのはありなんですけれども、こういうふうに政治絡みで前のめった案件を、それから先ほどおっしゃった積み替え地の話も、もう民間企業も決まってるわけですよ。それは後付けでこういうふうにこそっと法律出してきて、ジョグメックの仕事を、まあ、事実上、本来これまでやってこなかった上流の大きな話じゃなくて、中流の積み替え基地、こんなことまでやり始めて、でその積み替え基地がすでにリスク案件だと、どんな積み替え基地なんだろうと、まあ、もちろん北極海ルートがリスクだからってことを証明してると思うんですよ。民間企業だけではできないような、極めて成功するかどうか危ういような心に、ロシア、アメリカの制裁どうなるか分かりません。政権変わったらどうなるか分かりません。北極海の運航も本当にうまくいくか分かりません。まあ、こういういろんなリスク抱えているものを、まあ、こうやって本当しっかり議論させてほしいということなんですよ。この大事な電気事業法とですね、再エネ特措法にくっつけて、なんか読み飛ばしますよ、あんなふうに書いてたら。だけど調べてみたらこういうことなので、筆頭に頼んで質問に立たせていただいてるんですよ。それでね、まあ、これは証拠があるわけじゃありません。世耕経産大臣が前のめって食い逃げされた案件なんかじゃないかと、その後始末でことやってんじゃないかというのは僕の推測ですけれども、まあ、指摘をしておきたいと思います。で、それをね、この法案に束ねるためにもう一つ問題は、変な中東の安定確保のためにいざとなったら中東で危機の時にはジョグメックが乗り出すことができると、まあ、一見なんか賛成、別に反対しないですよ、いざという時頑張ってください。しかしこれ先ほど田島筆頭も言ってましたけど、こんな中東が不安定なのって、なんか昨日説明聞いたら去年からって言うんですけど、そうですか。中東が不安定なのは20年前30年前からじゃないですか。なんで突然今日この日の国会に中東が不安定だからいざという時にはジョグメックが乗り出せるって法律出てきてるんですか。私は勘ぐってんですよ。ロシアの変なのだけだと目立つから、こっちのまともなのも、まともっていうか、なんでここに乗ってんのと、30年前にやっとけよっていうものが なんだか分かんないけど書いてんじゃないかって私は勘ぐってるんですけど、違うんですか。梶山経済産業大臣。そういう政情が不安定になったりして、まあ、どの国にも輸出ができないような状況のときに、まあ、政府が乗り出していく、そして、輸出ができるように、また原油の輸送ができるようにしていくという思いを込めて、この 法律になっております。本田平直君。中東で緊張したときに、梶山大臣がカタールとか UAE に行って、しっかり交渉してもらうことはぜひやってくださいよ、日本の商社や。が供給できるように。だけどジョグメック、その時に商社にも売ってもらえないような危機の時に、普段付き合ってないジョグメックさんが供給してもらえるっていうスキーム突然入ってますけど、あんまり現実的じゃないなってことを指摘して私の質問を終わります。次に浅野聡君。